はい、東の秘密、非常にあの幻想的な場所でございますが、ここから船出をされたということでございます。これがお清祭りということであります。旧暦の8月1日に船出をする予定だったんですが、天候の関係で1日早く急に出発されることになった。そして村人が慌ててですね、ああ神武天皇が行かれると、みんな起きよう起きようということで、竹笹を持ってですね、これ旧暦の8月1日に、そういう意味でのお祭りであります。先ほど の裸参りと同じような、ものが伝えられているということですね。はい、はい、これはちょっと古事記とは離れるわけでありますが、源平や壇ノ浦の合戦で敗れた平家が逃れて住んだ平家落ち人伝説というものが椎葉村にございます。はい、ここには椎葉神楽などもあるわけです。11月にはそういう椎葉平家祭り、鶴富姫と那須の大八郎の秘伝物語をテーマとしたものということで、こういった歴史絵巻、数万人のお客さんがいらっしゃるということで、これもすいません、私が今年は参加をさせていただいております。中央の武将姿をさせていただいております。はい、はい、今までが、県内各地のいろんなゆかりのもの、それから年間を通じてのいろんなお祭りでございますが、こういった素材を生かしながら、今古事記編纂1300年で、本県がどういう取り組みをしているかということで、天皇家のふるさと日向を行くという本を書いていただきました梅原先生にご講演をいただいたということ、それから浅野敦子さんによる読み語りのようなこともそれぞれの神社などで行っていただきました。これは古事記ゆかりのグルメ祭りというものを先日行ったんですが、奈良県からはですね、飛鳥鍋と牛麺、それから島根県からは出雲そばと、トビウオの天ぷらですかね、そんなものを大変非常に美味しいかったです。非常に盛り上がりました。はい、はい、恋旅というものをやっております。これは少し現代風にこの神話をアレンジしたものであります。この古事記にはおけるいろんなやっぱり出会いがあり結婚がありというものでありますが、それを恋にちなんで観光に結びつけた取り組みということでございます。こういった恋旅に取り組んでいるということで、東京ガールズコレクションというファッションショーとコンサートをコラボしたようなイベントがあるんですが、地方では初めて去年12月に宮崎で開催をいただいております。はい、それから年間を通じて宮崎は花を楽しむことができるということで、神話のスポットも絡めながら花旅というような展開もしております。今この1300年に死になりまして、県内各地にあるゆかりの地を巡るバスツアーということで、最初はワンコインバスツアーということで500円だったんですが、それではなかなか元も取れないということで、今1300年に死なら1300円でも実は元が取れないわけでございます。高千穂まで行って帰ってくるとかいうことであります。大変な人気を博しておるところでございます。海幸山幸という、これは九州でいろんな観光列車が走っておるんですが、帯杉にちなんで取れる帯杉をふんだんに使った木の香りたっぷりの観光列車であります。ちなみにですね、浮き魚礁、魚が集まるような魚礁も各地に置いておるんですが、それも宮崎では海幸という名前を付けているところでございます。はい、ちょっとこの後まだ観光名が出てまいりますが、春の宮崎はキャンプシーズンということで、宮崎牛だとか千鳥子とか豚とかですね、これでお肉の三冠王ですとか言いながら原監督に渡しておるところでございます。本当に、観光面で恐縮でございます。ゴルフですね、これダンロップフェニックストーナメントも開催されて、今女子プロ のリコーカップも開催をされております。サーフィンも楽しめるということで、これまたすいません、私の映像で恐縮でございますがこんなへっぴり腰で PR をしておるところでございます。ちょっとポーズだけ決めました。はい、恐縮でございます。はい、いろいろ申し上げたところでございますが、古事記にちなんだ歴史的な文化的な資産以外にも、食べ物、それから今のサーフィン、ゴルフなどいろんな宮崎の魅力というものがございますという紹介でございました。ぜひこの宮崎にお越しいただければということで、私の冒頭のプレゼンを終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。